やめちゃくちゃ楽しいわ、めちゃくちゃ楽しいわこれ。どうも、くるこやです。今日は山の中でキャンプをこの前やったんですけど、斧を持ってませんでした。なので、今回ちょっと斧を買ってみたんですけど、それを使ってみたいなと思っています。どういうやつかというと、これですね。ウルトラナチュラという、これ調べると、ドイツのアウトドアメーカーの作ってる斧です。中身を開けてみたいと思います。どうですか、こういうやつです。ちょうどここがですね、こうスライドして斧とカバーケースを取り外すんですけれども、今このスライドを動かないようにするためここに留め具がついてます。この留め具を多分引きちぎって使用するんだと思います。で、こうやると斧が取り出せます。で、使い終わったら収めて上にロックかけると斧が取り出せないという安全設計です。ちなみに刃は、手で触れるとやっぱり切れそうな感じです。ちなみにこれ 700g ぐらいだそうです。上手じゃないね。こんな感じだね。ちょっと節のあるやつ、節のあるやつがどうなるか。あれも下手くそだね。分かった。こう刃物をこうとんがったとこ入れながらやるんだ、こうやって。あ、めっちゃ簡単。あ、めっちゃ簡単。なんか分かったぞ。今までこうフラットに入れようとしてたんですけど、こう角を入れるようにやると、ほら、めっちゃ簡単。ほら、あ、なんかコツが分かりました。やっぱり百聞は一見しかずじゃないけど、経験だねこれ。ほら、めっちゃあれで、こうやってほらできた。あー、なんか面白い。巻き割り面白いな。なんか面白いぞ。
うん、なんかいい感じ。ちょっとやりすぎ。うん、なんかいい感じにできました。ほら。枝の節も落としてみよう。うん、ここら辺はちょっとナタの方が有利かもしれません。ナタの方がちょっと扱いやすいね、これは。いいのがあるじゃん。次は枝をブツッとこう落としてみたいと思います。よし、いい感じ落とせました。ここの枝もこの枝も、えいっ、えいっ、落とせました。この斧はなんか削ぐのがすごい得意なような気がします。うん、あ、これであれじゃん、火付け用のやつができるんじゃないかな。ほら、これちょっと試してみよう。ボイルまではまだいかないね。まあいいや、やめましょう。まあでもなかなか難しいもんですね、巻き割り。うん、最後のパツンとやってみたいね。パツンと。お、入ったけど多分角度が違う。あちゃでも楽しい。からもう一丁。えい、よっしゃ。巻き割りはめちゃくちゃ面白いね。なんか楽しいなこれ。でもこれをまたやろうとしたら
いや、めちゃくちゃ楽しいわ、めちゃくちゃ楽しいわこれ。またちょっと今度乾燥した薪をいっぱい買ってきてやってみよう。最高です、めちゃくちゃ面白い。これは薪割り癖になるね。